はい、皆さん、こんにちは。アメリカでジャズギタリストをやっている伊達秀夫です。今日はですね、432Hz という、ね、チューニングについて、もう少し掘り下げてお話ししていきたいと思います。でその前にですね、432、なぜそのチューニングに変えたのかっていうビデオを出していますで。ちょっと前になるんですけれども、そのビデオまだありますので、概要欄のリンクからそちらのビデオを見てください。ぜひあのお勧めします。いろんなことを喋ってますので、そちらのビデオをぜひ見てください。 であのまあ、最近なんですけれども432と440を比較するっていうね ビデオも出していますでこの場合はサウンドテストなんでね、お話を本当に全然してなくて、あのサウンドだけを聞いてもらうという形にしていて、でまあその432と440をまあ耳でね、実際にこう感じ取って、どちらが心地よいのかって聞いてもらうという企画になってますので、ぜひそちらのビデオも概要欄の方から、えー、行くようにしてみてください。もう見てくださった方は本当にありがとうございます。で今日はね、それをさらに掘り下げて、 まあお話し,していいきたいと思うんですけれども最初にまあなぜその変えたかっていうねあの簡単にお話しますとまあ10年前にちょっとこうギターのサウンドに悩んでいてそのなんとかね角が取れる方法がないかっていうのを考えてたところにまあそのたまたまですね YouTube とかで地球から出てる変な音とかねこんな音が自然から鳴ってるとかそういうビデオがたくさん出てて今どっか行っちゃいましたけどね。 をまあ、一緒にこうギターを弾いて合わせていくうちに、まあ、たまたまそのチューニングをね変えたりとかギターのそのなんていうか弦を、ままあ、ベンディングしたりとかいろいろやってねそのどういう音が鳴っているのかってチェックしてた時があるんですけどもそれでまあ音が C シャープだったりとか A フラットだったりとかそういうのをね見つけて喜んでいた時期があるんですけどもそれで、まあ、432430っていうのがあるんだっていうふうにその辺のね周波数に初めて気がつきました。 で、それはまあピーターソンのチューとか使ってあこの辺だなっていうね自分でこうある程度見切りをつけて、えー、それにまあ合わせていかないといけないって結構大変な作業なんですけどもそれをまあやり続けていってあのなんとかねそ,のそういう周波数っていうものに出会うことができたんですけどあの、まあ、その後に、まあとにさすがにその430とか432っていうのを調べてねインターネット上で調べたりとかしてまあその。 周波430に関しては日本の雅楽ですねそのお、まあ、神様に捧げる音楽が430っていうことまあそれも知らなかったんでびっくりしましたし432っていうものも以前にねそのヨーロッパで使われていてそれでまあイタリアとかねそういう国ではその基準の A だったっていうまあ昔の話なんですけどもそういうのも聞いてあ,あ そううまあ、昔ね人類が使ってた周波数なんだっていうのねあまね、あ、そういうことにその学,、まあ、学んだっていうかそれをきっかけに、えー、その周波数を、ね、演奏するようになったんですけれどもやっぱ最初は時間かかるんで、まあ、440に慣れてると、まあ、それをその、まあ、イントネーションとかはねそれと同じものを求めてしまったりとかして。 ちちょょっっっととと低いい、えーま、いなななかまだ音がが上りきていう感じを受けるんですよ、ね、でもそれに慣れてしまうと逆にあ,あのもっとリラックスしてるなとかねこれはちょっと落ち着いた感じになるなっていうのがだんだん分かってきてそれでまあそのジャズコードなんかもねいろいろテストしてやってみたところ、まあ、サウンドが本当に良くなったので、まあ、これはね使う,使うしかないなと使う手にほかないなと思ってそれ以来は432を使っています。 で皆さんもねここでじゃあその他のね人と演奏する時どうするんだよっていう意見,意見がねあると思うそういう疑問は絶対生まれてくるんですけどもまあソロは普通に何も問題なくできますで例えばベースと一緒にやったりとかする時は、まあ、ベースの方に聞いて432ってあるんだけどもそのちょっとゲ弦を下げてもらえないかとか聞くこともできますねそれで嫌だって言えば、まあ、それで終わりですし。 もし構わなければ一緒にやることができますでそこでまた新しいこう経験をするっていうのはね非常にいいことだと思います。で、まあ、問題はですねその、まあ、サックスとかそ,の、まあ、そういった楽器はですねトランペットもそうなんですけどもそのチューニングをそこまで下げれないっていう、えー、欠点がありますので、まあ、下げたとしても非常に吹きにくいということでそこまでしてやるっていうのはなかなかないと思います。で ピアノなんかに行くと普通のアコースティックピアノは無理ですしその電子ピアノの場合は、えー、こうどんどんねボタンを押してねどんどん下げていって430にすることはできるんでそんなに難しいことではないですあとハーモニカなんかもちょっと難しいですねこう外して全部だからこうアジャストしないといけないんでそれはちょっとできる人しかできないと思いますそんなわけですね人で演奏するときはそういう問題ありますでまあ今まで10年間の経験を言いますとまあ いいいろいろいますからねその人によって「おおやってみよう」っていうね心地よくこう引き受けてくれる方とねな「なんだそれは」みたいな感じでそ,のそういう変なことをやらないでくれ頼むからっていうね言われるっていうその両極端に分かれるんですねこれがねもう面白いんですけどねこれがねまたね人の反応を見るっていうか人間観察でまあ断れることはほとんどですでもしその言った時にね「おそれ何?」 面白そうだからやってみようっていう人はね本当にねやっぱり何に対してもそういうあの態度なのかなって言って本当に感心しますよねですからそのそういった何て言うか言ってくれることに感謝しますしまあそういったなんていうか態度がなんかすごくいいミュージシャンになれることなのかなっていうふうに思ったりもします。まあ、これは本当に個人的なな意見でで申し訳ないんですけども でそんな感じで、えー、今まで10年間やってきています。で今日お伝えしたいのはですね皆さんちょっとこう気になっていると思うんですけどもじゃあ誰が一体そのね432っていうわけの分かんないのを使ったんだと結構怒ってる方もいるかもしれないですよね。でそれはですね、えー、ちょっとここで、えー、何個か例をね挙げてみたいと思います。 で僕が発見したものでは、まあ、そのロバート・ジョンソンですね、前回のビデオでも言ってますけども、彼のほとんどの、えー、残したレコーディングが432というあの周波数に合ってますで。そうじゃないものはですね、低いものもありますし、ちょっと440に近いものもあります。ただ、440はないんじゃないかなと僕は個人的に思ってます。で えー、もう一人、スクラッパー・ブラックウェルという人がいるんですけども、リロイ・カートの演奏で有名ですけれども、ピアノと一緒に演奏している場合は440が多いですけれども、えー、一人でやったりとかしてるやつは432が多いですね。まあ、半分ぐらいかな、半分以上。で 他にもたくさんいるんですけれども、例えば、まあ、前回お話したのだと、あのミシシッピ・ブルースっていうね、すごい名曲中の名曲、ウィリー・ブラウン、あのレコーディングも432ですし、えーっとまあ、その後、ライジングホップキンズとか、えー、ビッグ・ビル・ブルンジなんかをね、チェックすることもたくさんあったんですけれども、彼らの中で432も結構見つけました、見つけることができました。でものによってはですね、例えば YouTube ビデオとかで、432 にすごく近いけどもちょっと上だなっていうのもあって、まあ、はっきりとね432ですっていう,う言い切れないものもあるんですけれどもそれもですね440では全くないんでですからまあ僕が合わせたところによると432に近いし432と言っていいんじゃないかっていうものがほとんどです。でまあその例としてね一つまあ 見つけたのがそのジョニー・シャインズですね。ジョニー・シャインズはロバート・ジョンソンと一緒に演奏したことでも有名ですけども、その彼のスイート・ホーム・シカゴをやっているビデオがあるんですけども、それもね、あの、まあ、キーは E で、えー、F シャープよりも2音下が,下がって同じではないんですけども、えー、なぜかね、432というロバート・ジョンソンと同じ周波数を使っています。これはですね、えー、まあ、たまたまなのかもしれないですし、 まあ耳で、ね、合わせた結果そうなったのかもしれないですでその耳でその合わせた結果そうなったんであればねそのロバート・ジョンソンであれ、まあ、ジョニー・シャインズであれそのビッグ・ビル・ブルーンジーであれそのライティン・ホップキンズであれそれすごいことだと思うんですよねとていうのはその何の基準音もなくてそういったあの同じような周波数にそんなにこうコンシスタン,コン,スタントにね合わせることができるっていうのはね本当神業的僕も中長なければ絶対無理なんで。 えー、そういったところがねすごく毎日あの驚かされるところになります。で、まあ、最近ではですねあの、まあ、最近といっても古いですけれども、えー、ジョニーサントサント・ジョニーですかねどっちが正しいのか、まあ、教えてほしいんですけども、えー、サント・ジョニーでいきましょう、えー、サント・ジョニーのね「あのスリープ・ウォーク」っていう素晴らしい名曲なんですけれどもそれがねあの皆さん C でやられてると思うんですけども のオリジナルレコーーディングが、C、シャープの432になってんですよねだから多分ああこれチューニング合ってないなと、まあ、感じられたと思うんですけども432であるとバッチし合ってます。でじゃあそのねサンタジョニーさんは、えー、知っててやったのかと言いたいんですけど、まあ多分無意識というかそのたまたま C でやるところを、えー、チューニングが上がってしまったんだろうと思います。 で他のまあ、アルバムの他の曲なんかを聴くとねやっぱり同じ周波数のものもあるし、まあ、ちょっと上がって442に近いものあるし結構様々なんですよね。ですからそのあまりこう深く、えー、こだわらずにやった結果そういうふうにたまたまね432になったそれがああいった素晴らしいまあナンバーワンヒットっていうかねそういうものを生んだっていう。 本当に、ね、周波数、もし違うもの録音されていたら、あそこまでヒットしたかどうかっていうのを本当に疑問、まあ。曲はいいですからヒットは絶対したでしょうけれども、えー、なぜその柔らかいんですよね、音がね。ですから、そのそういった作用もあったんじゃないかなと、えー、個人的には思います。そういうふうに、えー、言いたいですね。<laughs> 言えるんであれば。でそんな感じで、まあ他のジョニーサントン、サントン・ジョニーですね。えー 440円近いものもあったりするんだけどちょっと音が硬いんですよね。やっぱりちょっとエッジーっていうかあの耳にツンとくるような、えー、キーンですね。ツンと置かないですね。キーンとくるような、えー、音があったりします。これはまた個人的な感想になってしまうと思うんですけど。ですからね、今日はね、そういったあの、まあ、誰が使ってるんだということで、えー、たくさんのブルースアーティストって言いたいですね。で ちょっと数えきれないぐらいいますので、ここではまあ何人かあげましたけれども、えー、それ以外にもたくさん使っている人もいます。で、まあ YouTube なんかで調べていくと、まあそのレコーディングによってね、その同じ曲なんだけども、そのこれは4 3に近くてこれは440、こどういう回転数が違うのかといろいろね、ちょっとまだわからないことも多いんで、それはまあ今回お話しすることは避けようと思っています。 ですからまあはっきり分かるところで言えばその残っているレコーディングの中で、まあ、回転数とか変わってないもので調べたところまあ432っていうのがねたくさんありますよということを今日はお伝えしたいなと思いました。でもしそのね432っていうのをたまたま、えー、聞いてしまってあこれ今までで聞いたのと違うなとかね思ったらですねそこでまあやめないでいろいろこう先にね進んでそういうものを探していってもらいたいとも思ってます。 それはですね、まあ、このチャンネルにもたくさんありますし、まあ、432で再調整されているものも最近ではたくさんあります。まあ、自分でこうコンバートすることもできるんですけれども、まあ、音質がね変わってしまったりとかいろいろあるんで、まあ、それはまた別のビデオでお話ししたいと思います。ですからまあこのビデオですねまた同じようにですね 440 3 2に関すするコメントを皆さん残していいいたただきたいと思います4に関するものでもいいですしあとはですね最後にお伝えしたいのは、えー、いろんな周波数をね試してみてもいいんじゃないかと30がまあ、日本の科学32が、えー、今ねよく言われてるまあ癒しのチューニングではないですけどまあ心地よいねチューニングと言われてる432そして、えー、昔使われていて435 で439もね昔使われていましたけれどもまあ、440は知ってるんで飛ばして442ねオーケストラなんかが使うねちょっとこう上げたねわざと上げたピッチですねあと44444 4, 44 4 44に関しては528っていう C にねすると528っていうものになっちゃうんですよそれで それがまあ愛の周波数とかねいろいろ言われたりするんですけどもそれもギターで試すことができますんで皆さんもいろいろ試してみてねチューナーをねそういう周波数で変えれるものを一つ手に入れてやってみるっていうのがすごくいいことだと思います。でなければそのアップとかねそういう何て言うか電話でできるものもあるんでお金払わなくてもねそういうもので簡単にできますので是非やってみてください。 ね、そのまあ個人的にはですね、えー、僕もいろいろと試したんですけれども432が柔らかいかなと思います430ねががくに言えば、えー、低いですであの僕なんかそのソロギターでね弾いてるとねどんどん弦音が下がってて430で弾いてるってこと本当にもうほとんど毎日そうですですからまあその その辺はねほとんど似たような効果なのかなと僕の中では思ってます。で444に関して言えばですねあのいい音といえばいい音なんですけどもギターをそこまで上げちゃうとテンションが結構張ってしまうんであの人によってはちょっと硬い音にだなっていうふうに思える僕もまあ432に比べちゃうとやっぱり、うん、ちょっと タイトだなっっっててていう,ふうに思ってしまってでなかなかこう音を楽しめないっていうね正直なところそういうのがあるんでまあ、これからもやってってちょっと慣れてみたいなと思うんですけれどもそういった感想を得ましたですから皆さんもいろんな周波数をね試すことによってあこれはこういうふうに聞こえるなとかねこれはちょっとギターの音が変わるなとかね 色々あると思いますでまあギターだけじゃないですね他の楽器もあって、まあ、楽器によっては、えー、チューニングできる楽器もたくさんありますのでそこでもいろいろこう1ヘルツごとくね上げてってもいいですしまあ5ヘルツごと試してもいってもいいですしならかんかんね自分のやり方で、えー、実験してみてください。というわけで今日はね432についてちょっとあの、まあ、雑談みたいになってしまいましたけども誰がやってるか とかどういうまあ老婚があるのかとかそういうねものをお話ししてみましたまあそれでね本当に430いいなとねなんか興味あるなと思ったらですねぜひこのチャンネルでいろいろチェックしてみてくださいでそれでまあさらに音が気に入れば430に他のものからもね探すようにしてみてくださいそれでは本当に今日はご視聴ありがとうございました、えー、次のビデオで皆さんにお会いしたいと思います